はい、どうも、ワラジスト408です。今回ですね、ルナサンダルの、オソフラコウィングドエディションというものを購入したので、それの紹介をしたいなと思います。今回ですね、オソフラコウィングドエディションというタイプですねの新しく買ってみました。メンズのセブン25センチぐらいですかね、買いました。で、値段が 13,750 円です。これは、ランボーイズランガールズさんで今回通販で買いました。このダンボールかっこいいですよね。ジャケがすごいかっこよくて、外もかっこいいんですけど、中も非常にかっこいいデザインになってますね。中がこんな感じですね。ステッカーが2枚ついてました。よく見るようなこの黄色と黒のロゴと月のステッカーですかね。かっこいいですね。中もランフリー、中のデザインもすごいかっこいいですね。こんなジャケのダンボール作りたいですね、自分も。それで、中に入ってたのがこうポストカードみたいなのが入ってまして、ルナサンダルって書いてある。それとまあストラップの調整方法が書いてますね。それと、サイズ交換用の宅急便の紙ですね。ワラーチは結構サイズ感が重要なんで、通販で買うときはちょっとね、間違えてでっかいの履いちゃうとですね、結構履いてて突っかかっちゃったりとか、地面にこすりつけちゃったりとかして足を打っちゃったりとかしやすいので、なるべくぴったりなものをおすすめしてるんですけど、これ間違えた時にありがたいですね。サイズ交換用のやつがあると通販でも安心して買えると思います。またあのサイズのチャートは、ルナサンダルの方でホームページで多分あの足型を実際にダウンロードしてですね、あのプリントアウトして実際に自分の足に重ねてみて測るのが間違いないと思います。今回買ったのがルナサンダルオソフラコウィングドエディション。ウィングドエディションっていうのは何ぞやっていう感じなんですけど、ここがウィングらしいんですね。で、これがあることによってストラップの調整がしやすく、こう来たのが後ろに来てこうなってるんですね。なのでここをもっと狭くしたいなと思ったら、こう引っ張って短くして、そうするとかかとが広がるんで、またかかとを逃がしてこう引っ張れば簡単にスルスルいくので、で、ここのストラップを締めたりとかですね。で、非常に調整がしやすくなってます。今までだとどうしてもですね、ストラップがこう来てここに穴が開いていて、後ろを通ってかかとに来て、またくるぶしのところに通って真ん中のプラパーツに通すみたいな感じでなっていたので、調整が結構めんどくさかったんですけど、これだったらおそらく履いたままでも調整できるのかなと思うので、すごく調整がしやすくなったのかなと思います。それとあとはですね、ここのかかと部分ですね、かかと部分が構造上ですね、下がっちゃったりとかして脱げちゃったりとかする人もいたと思うんですね。特に女性の方がですね、どうしてもかかとが平らな方が多いんですかね。でこぼこがなくて引っかかりがないんですね。引っかかりがなくてそのまま下がっちゃったりとかして脱げちゃうっていう方が中にいらっしゃるので、今回のこのウィングドエディションの場合はかかとがもうある程度も角度ができているので下がんない、おそらく下がんないと思います。自分もまだ全然履いてないのでわかんないんですけど、構造上まず下がることはないなっていうふうに見てわかると思います。それとまあさっき見た通り、こっちだとストラップが地面にくっついちゃうんですね。で、今回は別のパーツ、ウィングがついているので下につかない構造になっているので、強度もかなり上がっていると思います。ストラップが切れてしまうっていうこともおそらくはないんじゃないかなっていうふうに思います。あとはまあ今回厚み測ってみましょうか。一応スペックだとサイズ9で
204g で、ソールの厚みがベースが 7mm、 ベースっていうのは多分ここだと思うんですね。ここまで、まあ、7.5 とかで、ラグが 4.5mm、 ラグっていうのは多分このデコボコの部分だと思うんですけど、ここが 4.5mm で、合計がまあ12mm とかそんなもんですかねの厚さ。メガグリップは結構硬いので突き上げにもかなり強そうな感じがします。ただまあやっぱゴム質なんで、どうしても今これはスポンジのソールなんですけど、モルフレックスっていう、これは遠見であるんですけど、これは結構スポンジっぽくてですね、軽いんですね。それと比べるとやっぱちょっと重さは若干感じる気がします。まあただ全然許容範囲の重さだと思います。そんなに重さは気にならないかなっていう感じですかね。メガグリップ実際に履いたことがないのでね、全然わかんないですけど、結構デコボコもしっかりやってね、結構グリップが効きそうな感じがします。しばらく実際に履いてみてですね、山とか走ってみてどんな感じなのか見られたらいいなと思います。去年買ったものが、ルナサンダルのモノウィングドエディション、モノというタイプですね。ちょっとこれ見てて変わった部分があってですね、このウィングの部分がこのモノの方ですね、去年買ったものはここが縫われてるんですね、この根元の部分がですね。だけど今回買った、オソフラコの方はですね、ここはハトメ、カシメ、なんだろうな、金属のパーツでこう両面から両方から止められてるような感じで、そういうタイプに変わってましたね。微妙な変化ですけど、アップデートしてるんでしょうか。おそらくこっちの方が強度は糸で縫ってあるよりはあると思うので、あとはここはねあんまり足に当たるような部分じゃないと思うので、そんなに気にならないかなというふうに思います。あとはちょっと細かい部分なんですけど、このルナサンダルのロゴがソールに入ってると思うんですけど、こっちがですね今回買ったオソフラコなんですけど、非常に表面が滑らかな感じですね。多分レーザーかなんかでおそらくはこの刻印を入れてると思うんですけど、去年買ったものの方はですね、結構なんだろうな、熱で溶けたような形なんで、熱した金属の刻印を押し当てて溶かしてこの刻印を入れてると思うんですけど、ちょっとそこら辺が製造方法が変わったのかなっていうふうに思います。でちょっと今回自分知らなくてびっくりしたところがですね、もともとこれは、まあ、ルナサンダルはシアトルで作られているもので、こうこの裏を見るとメイドインシアトル USA って書いてあるんですね。で今回買ったオソフラコの方です、ちょっと見てびっくりしたんですけど、シアトルデザインメイドインベトナムって書いてますね。ちょっと製造庫が変わってましたね。多分品質は全然変わってないと思います。むしろ良くなっているのかなっていう風に、どん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 アップデートされて良くなっているのかなって思います。ただちょっとね、ベトナムが悪いとかそういうわけじゃないですけど、メイドインシアトル USA っていうのがなくなっちゃったっていうのが個人的に残念かなって思ってます。おそらくなんですけど、まあ年々ルナサンダルも有名になってきてですね、毎年作ってる数がどんどん増えてると思うんで、多分アメリカの方だと対応できなくなってしまったのかなというふうに、まああと値段の問題もあるとは思うんですけど。はい、今日は、ルナサンダルのウィングドエディションですね、オソフラコというモデルを紹介させていただきました。